オンサラバタ,ターゲタハンナマンナナ,ナウキャローミー」「返上発揮精霊集」8「冠八七十八」「仏教を講演して死音の徳を奉ずる氷百」「仏教を講演して死音の徳を奉ずる氷百」 死音とは国王父母主情三宝の死守の恩を言う。主情は皆この資音を送るがゆえに常にその恩徳法者の念を忘るべからず。恩を知らざれば前言断絶すと教に境界せり死音は要するに仏教における倫理観の根本中枢を占むる重要なる思想である。大師も北海死音のために三宝を供養したも。 今はその漂白文である「章」の意味初めに題名をあぐ「仏教を講演して死恩の徳を奉ずる漂白」訳文「仏教を講演して死恩の徳を奉じ奉る」についての漂白文「弟子それがし北海三昧の」 に西を金剛当時の開戦につくつくす弟子それがし北海三昧の幕賀ンに君を仕立てまつり西を金剛当時の開戦につく,くす注釈北海三昧のン。賀本幕賀ン。 国会大正地、ミルシャナ仏を指す。今後当時の海戦に尽くす。とは今後開示の、今後当時の海戦は、今後城、秘密教を指す。当時とは、城のこと、城。海戦とは、海教のこと。将の意味、仏法に奇妙を仕立て祀ることを明かす。弟子、それがし。 三枚のガボンに奇妙仕立て祭り妻を金剛当時の海戦に尽くす役分弟子それがし「おっかい三枚のガボンたるおっかい大正地ビルシャナ仏に奇妙仕立て祭りまた財物を金剛当時の海鮮たる金剛城秘密郷に傾け尽くしてその高産ルフに勤む」。 右伝国藩の誠を仰ぎ精進白費の誠を尊んで右伝国藩の誠を仰ぎ精進白費の誠を尊んで注釈右伝国藩の誠とは再聞き第二にいわく狂勝御国域内の故宮の中に大象者あり国藩の仏像あり神に赤貝を傾けたり 次は何て書いてあるか「宇田縁王かなは宇天王のことそうですね「宇田縁王の作るところなりはじめ如来天宮に登って母のために説法をしたも3月帰らず3月帰らずその王死母して行蔵を図せんことを願うすなわち孫者 没とからしを生じて神通力を持って皇人を制して天宮に登り自ら妙相を見立てつって戦断を彫刻する如来天宮より帰りたもう時に黒壇の像をこって世相を向こうとされば右天王が仏を死母のあまり仏の像を黒壇せし孤事を指す次「生寺白妃の神とは 愛法凡寺の精進原密行の故事を指すすなわちちど論第十六に曰くまた次に愛法凡寺のごときは十二歳あまねく演武大に消防を知らんことを求めるにしかも得ることは問わず時に世に仏なく仏法もまた尽きぬ一原門ありいわく我に消防の一義ありもし誠に法を愛せばまさにもって何時に後うべし。 答えていわく誠に法を愛すマラモンのいわくもし誠に法を愛せばまさに汝が皮を持って神とし神骨を持って骨となして血を持ってこれを処すべしまさにもって汝に後うべしすなわちその弦のごとく骨を破り皮を剥ぎ血を持って芸を移せり女法に修行べすべし秘宝を奪うべからず今よお呼び 今世及び公正、行望者、安穏ならんと、生の意味、仏法への奇妙の精神をささげし孤児をあぐ、右伝国丹の誠を仰ぎ、精進白費の誠を尊んで、訳分仏法への、えー、仏と法ですね、仏法への奇妙の精神をささぐるにあたりでは、 昔かの右天王が、えー「仏法への」と読、えー、訓読みした方がいいか仏法への奇妙の尊心をささぐるにあたりては昔かの右天王が仏を死ぼのあまり仏の像を刻みたて祭りしそのまこと精神さあるいはまたかの愛法凡事が法を愛心するのあまり骨を持って筆とし皮を持って紙として 傍門を遮殿せしその精神さを仰ぎたっ飛びそのごとくに精神を傾け尽くさんとするのである次55の大曼荼羅の如来を作り11部のタラマ曼マ荼ラを所赦し立て祀る55の大曼荼羅の如来を作り11部のタラマ曼荼ダラを所赦し奉る注釈、大曼荼大曼荼来とは 彫刻の仏像を指す即進儀に曰く大曼荼羅いちいちの仏菩薩の総合の神なりとタラマ曼荼はタラマは訳して法というされば法曼荼羅のこと師の意味国蔵書者の供養業を明かす五十五の大曼荼の如来を作り十一部のタラマ曼荼荼を書者し奉る約分五十五 句の仏像を彫刻し十一部の宝ダラを図写仕立て祀る次「真空を万事大悲の入水に洗い信心を火事大岩力の風にとらかし五分の妙高を北海宮殿にくじ一角の交番を円尺の高額に飛ばす法音の雲を無偏在に覆い妙法のいを右上界に 船継承を,を継ぎ奥を振るう大円大縁なるものなり真紅を万事大悲の入水に洗い新人を火事大岩暦の風にとらかし五分の妙高を北海空殿に訓じ一角の交番を縁弱の高額に飛ばす高温の雲を無偏在に覆い妙法のいを鵜城海に船予想を逸す。 継承をつき多くを振るう大陰大縁なるものなり注釈「深久は煩悩症」「万事の大肥入水」「万事は水大の種子にして大肥心に重視して甘露水を流注し主情界を潤すがゆえにかくなずく」「虎カす」とは「虎かし除く」「虎かし除 覗くはどこにうんでもまあ「のぞく」と書いてあるね「えー、払いのぞくこと」人「信心は処置証心のちり」と書いて処置書。家事大眼力の風 家事は風大の主事にして一切の合本悩を害し欲を離れしめる義ありすなわちこれ大眼力にあたるゆえに書く言う五分の妙高五分は海上へ下脱下脱知見の五分発信のこと五分発信を妙高にたとえることは同一和言教に曰く仏の曰く妙高に三樹ありいわゆる開光文光世公なりこの三樹は逆風順風に皆干し、最も修妙たり 次、何て書いてあるかね。ちょっとわからないですね。何があることなし。と、またこうは、うーん、ちょっとわかんないですね。またこうは、秋を去り、真摯を症状を鳴らしめる作用あり、北海空伝は北海をもって諸々を々とする、おっ大日如来を指す、一角交番、 一角の交番、まあ、そのまま一角は一本額で一切主上に皆一本額を愚す交番は高きを言いまた虹には五色愚するがゆえに五色愚するがゆえに四季に、えー、と四旗ですね旗に例う一本額の対象を表したるものがこれ番にあたる円弱の高額 円満寂情なる涅槃の境界を言う「法音の雲」「死雲を報ずる」「死音を報ずる」「大神を雲にたとう」「妙法のいかだ」とは「教行」「教行」を教えの方の「教行」を「いかだ」にたとう「無常界は「生司の海」 にはゲーショーって書いてるかなゲーショークジラのカネと書いてカネのこと門前第一聖教の府に曰く海中に大魚ありゲというクジラですかね海辺にまた獣ありホローと名付くホローソゲーを恐るクジラ撃てばホローすなわち大いに鳴く およそ金は声をして台鳴らしめんと思うがゆえにフォローというのはリューズを上に作る金をつくゆえんのものに種目のことこの芸魚と名付くとなるほど次王庫をふるわす 奉公訪問を講演することあたかも責め太鼓を打つがごとく盛んなるに例う「大陰大陰」退は一切主張して少女を下脱せしむる大陰念なること「章の意味「大仏の王と仏の供養によりて天命,天命介護の苦度あらんことを明かす。 真空を万事大悲の入水に洗い、新人を火事大岩力の風にとらかし、五分の妙高を北海空殿に訓じ、一角の交番を円弱の高額に飛ばす、法音の雲を無偏在に覆い、妙法の筏を右上界に船よそを椅子、継承を突き、宝を振るう大陰、大縁なるものなり。約分、宝物の。 教系供養によりて仏の大事代妃の甘露水を一切首上に、む村しめて首上諸具の真空を争いあ洗い清めて仏家に至らしめまた仏の一切首上、救済の大眼力を持って一切首上諸具の新人をえっ、ー、とね、らかして当女したもうて。 仏家を大徳せしめんこと五分法師の妙用を北海をもって諸女と下もうところの法師大日如来に訓じ供養したて祭り一切主生おのおのぐする各具の一本閣の対象をして円満弱状の涅槃の境外に至らしめ法恩の新本の徳を北海に偏ぜしめ彼岸に至る いかだたる処方を凶暴を独自して右上界にこ村むらしめ芸奨を鳴らし奉公を打って盛んに訪問を講演し建てまつるこれすなわち一切衆生をして庄司の区界より下脱せしめんがための大因縁となさんがためである次それ庄は我が願いにあらず 無名の父、我を生ず、死は我が欲するにあらず、陰吾の木我を殺す、生はこれ楽にあらず、主君の集まるところなり、死もまた喜びにあらず、所有、たちまちに迫る。それ、生は我が願いにあらず、無名の父、我を生ず、死は我が欲するにあらず、陰吾の木我を殺す、生はこれ楽にあらず、 主句の集まるところなり死もまた喜びにあらず生ゆうたちまちに迫る注釈生はこれ我が願いにあらずなど申しに曰く生はまた我が欲するところ死はまた我が憎むところなりと 今はその逆用なり要するに庄司の因縁を示す次無名の父とは乳龍河郷第五仏神本に曰く尊愛を名付けて母とし無名はすなわち父たりとまた涅槃行には無名をもって父母に例う訳文えっ、ー、と注釈じゃなくて庄の意味庄司の因縁を明かす それ生は我が願いにあらず、無名の父我を生ず、死は我が欲するにあらず、陰語の気我を殺す、生はこれ楽にあらず、宗教の集まるところなり、死もまた喜びにあらず、生有たちまちに迫る。約文それをもうに、生は前世における無名合力の因縁によりて自然に生じたるものであり、また死は人のよくよくにかかわらず、 因果を極まれば自然に死滅するに至る。また我々凡夫の障害は楽しきもののみにあらず時としては苦言に満ち満ちしものであり死もまた喜びにあらず六道輪廻の掟に従ってガキ地獄等諸々の勇苦たちまちに迫り来たり苦悩に苛まれるところである。次「生は昨日のごとくなれども」 たちまちにも用す競争は根性、病死は競争は根張病死は名跡なりいたずらに秋の葉の風を待つの命を頼んでむなしく明日の露の日を待つの形を養う好みのもろきこと宝松のごとく我が名の仮なること無限のごとし無情の風たちまちに仰げば次第河原のごとくに解け 閻魔の使いたちまちに来たるときは鹿真たれおか頼まん。昭は昨日のごとくなれども装備にたちまちにもす、競争は昆性、病死は名跡なり、いたずらに秋の葉の風を待つの命を頼んでむなしく明日の梅雨の日を待つの形を養う。好みの,のもろきこと宝末のごとく、我が名の仮なること無限のごとし、 無常の風たちまちに仰げば次第河原のごとくに解け閻魔の使いたちまちに来たるときは六神たれよか頼まん注釈宗瓶は白き瓶の毛で老人を言う狂宗は極来上辺に曰わく来期ですね三十を宗と言い質つあり四十を京と 言いてつこうと要するに強く盛んなる年頃で壮年を言うえっ、ー、と修羅修養と長老人の命の儚さを言う閻魔まえー、とえんの使い 上半言教第十九地獄本及び教律立相四十九地獄部に曰く閻魔王に三死者あり一には老二には病三には死なりもし主情あって三行悪,悪を行じて見壊し妙重して地獄に出すべし王の曰く何時第一の死者を見るや否や何時人中にありしとき人中にありしとき 頭白く歯落ち目見ることもうもうたり皮緩み肌しわみ累積累積杖を支えて侵入していくを見るや否や罪人の曰く未木何時何ぞ自念せざる何時もまたまさに叱るべし父問うまた問う何時第二の使いを見るや否や何時本人たりし 何時、元、人たりし時、すこぶる、病根、病、病根、特にして、死尿、なん何でしょう、一文字不明ですね、書に、心、その、上に、不死、飲食、人を、用い、百節、三通して、 三刀してるるい進言して五言することあとわざるを見るや否や答えていわく見きまた問う第三の使いを悟るや否やすこぶる人死してみえし苗獣して諸根長く召し身体定直にして直し古木のごとし長剣に 縁起せられて長寿にクわるるを見るやいなや答えて曰わく幹木。終わって極卒に伏して大地獄に参らしむと。<laughs> 恐ろしいえ。次。六神は父母兄弟妻子。将の意味無常の相を明かす。将は昨日のごとくなれども装備にたちまちにも用す。競争は根性描写は明晰なり。 いたずらに秋の葉の風を待つの命を頼んでむなしゅう明日の露を明日の露,日の,露の日を待つの形を養う好みのもろきこと宝末のごとく我が名の仮なること無限のごとし無情の風たちまちに仰げば次第河原のごとくに溶け閻魔の使いたちまちに来たるときは六神垂れおか頼まん訳文。えーっと 生の意味は無常の層を明かす。訳分、昨日生まれたばかりと思っていたのに後院矢のごとくにめぐって、はや白い毛の瓶となる。昆虫は狂争にして、元気盛りと身受けしに、はや長責には病死と聞くは世の常である。かように無常にして儚なきが人の命である。しかるにこの断りを悟らずして、むやみにあたかも、 嵐の前の秋の木の葉のごとき命を頼んで無益にも日の出の前の朝の梅のごとき無常の体を養うこの身のもろく儚かきことあたかも宝末のごとくまた我が妙の命の経由にして儚かきこと無限のごとくである無常の風たちまちに吹き来たり因縁とくれば次第がのごとくにえ滅し 閻魔の死者来たればたちまちに明度に赴かねばならぬが明図明図明図明ずに赴かねばならぬが死滅に際しては六神眷属といえども頼みたることあたわず頼み頼ることあたわず誰一人として助けるものとではない次「朝な朝な夜な夜な」 衣装のやっ子に老し、年々月々に女の縄につながる』『神官父に離れ母に離るる』の国にただれ』『帝類』『偶』を失い『子を失おう』の悲しみにあふる』『地獄の猛烟』は摂政の業より起こり『餓鬼』の醜き形は剣丼の罪より生ず』『ここに死しかしこに生じて庄司の極入れて』」。 いでがたく、人となり木となって病穂のあだ、招きやすし朝な朝な夜な夜な異色の厄子に浪し年々月々に女の縄につながる神官父に離れ母に離るるの国にただれ抵類偶を失い子を失うの悲しにあふる 悲しみにあふる地獄の蒙縁は摂政の業より起こり餓鬼の醜き形は剣論の罪より生ずここに死子かしこに生じて生じの極意でがたし人となり木となって病苦の仇招きやすし注釈神官は心臓と肝臓転じて心のこと偶えー、っとこれは 神官。父に離れ。定類、偶を失いの偶は夫妻のこと。まあ、そうだね。摂政の剛は、華厳京24十字本にいわく、摂政の罪はよく主をして、地獄畜生、ガキに出せしむと、剣道の罪は、弁意、長者司教、死境、 ににくまた5時ありガキのうち出す何をか言いて5とする1には剣道伏せを欲せずと小の意味無情にして六道輪廻の僧を明かす朝な朝な夜な夜な異色の厄子に浪し年々月々に恩愛の縄につながる新官父に離れ母に離るるの国にただれ 偶を失い、子を失うの悲しみにあふる。地獄の猛烟は摂政の業より起こり。ガキの醜き形は剣道の罪より生ず。ここに死子かしこに生じて生じ,て生じのごくいでがたく。人となり木となって、病苦のあだ招きやすし。約えっ、ー、と注釈や、章の意味。無情にして六道輪廻の僧を明かす。約分。日々。よよ、 衣植のための奴隷となり年々再々父母妻子の恩愛の絆につながれもし父母妻子に死別線が診断破する心心乱破するほどに低類呼吸して悲哀の淵に沈むかくて死別腺が六道に輪廻するに至るのであるが地獄に赴き発寒 熱の元気苦を送るはこれ財政における摂政の強引によるものでありまた、えー、ガキガキ道に出して気活に責められるのはこれ財政における剣道の財合の報いるところである。 六道のうちこれえここかしこと次々に輪廻して生子界にさまよい生子界の六道の世界より免れいずることあたわず人となり木となって六種の空間を招いているありさまである次 悲しいかな悲しいかな三階の死苦しいかな苦しいかな六道の核、全知識全友の力大同士大事の功にあらずよりんば何ぞよく流転の合輪をはし成就の仏下に登らん悲しいかな悲しいかな三階の死苦しいかな苦しいかな六道の核、 全知識全由の力大同士大事の功にあらずよりんば何ぞよく流転の合輪を発し上住の仏下に登らん。注釈全知識は消防を解いて人をして仏道にいらしめ下脱を餌しめる人を言う王徳の賢者のことを今菩薩に訳す次大同士は仏のこと。 の意味、「三概六道の輪廻よりよく救済しうる者は仏菩薩のみなることを明かす」悲しいかな「悲しいかな悲しいかな三概の死」「苦しいかな苦しいかな六道の核」「全知識全有の力大道士大二の功にあらずよりんば」「何ぞよく流天の合輪をはし成就の仏下に登らん」 三街に迷える主生を思えば悲しき極みであり悲しき極みにあらずや六道に輪廻しつつある主生よいかでかかの全知識全有の力あるいは大同士の大慈悲の効力を九、えー、力を被るにあらざれば三街六道流天の合輪の絆を断ち切ることを得常住不滅の涅槃の落下を衝得,、えー、得することを得ようや 次またそれこの身は虚空より化粧するにもあらず大地より変幻するにもあらず子音の徳によってこの五音の体を保つ。 またそれこのは、湖空より化粧するにもあらず、大地より変幻するにもあらず、子音の毒によってこの五音の体を保つ。注釈湖空より化粧するにもあらず、湖空より化粧するとは地ドロン第19に曰く、 この実は周へたり花の開けたるより生ずるにもあらずまたうーんと短保よりするにもあらずまた宝山よりいずるにもあらずと次五音の体とは四季受相行式の五運のしばらく仮に和合せるものが人体であるやえー、っと小の意味 総じて死音を明かさんがためにまず死音の由来を明かすまたそれこの身は虚空より化粧するにもあらず大地より変幻するにもあらず死音の毒によってこの五音の体を保つ約分またそれを思うにこの我々の身体は虚空より化粧せるものにあらず大地より変幻せるものにもあらずしてこれ 父母の恩徳によって生まれいでしものであり生まれいでてこの御恩の身体を保持するにあたりては子恩の公徳の庇護を葬りて常用しているのであるいわゆる子恩とは一つには部母二つには国王三つには主将四つには三望なり我を生じ我を育するは部母の恩天よりも高く地よりも厚し 身を粉にし、命を損しても、いずれの項にか報ずることを縁。いわゆる子音とは、一つには部母、二つには国王、三つには主情、四つには参謀なり、我を生じ、我を育するは、部母の恩、天よりも高く、地よりも厚し、身を粉にし、銘を損じても、いずれの項にか報ずることを縁。 注釈はなくてえー、と小の意味総じて子音を明かすとともに別して父母の恩を解き明かすいわゆる子音とは一つには部母二つには国王密には主情四つには参謀なり我を生じ我を育するは部母の恩天よりも高く地よりも厚し身を粉にし名を損してもいずれの子にか報することを縁 訳文言うところの子音とは一つには父母の恩二つには国王の恩三つには主情の恩四つには仏法僧の参謀の恩である仏法僧の参謀の恩であるそのうち特に我を生み我を育養せしところの父母の恩は天よりも高く地よりも厚きほどに信仰のものであるされば奮骨再身、命を捧げて法恩の行を積むとも永遠に奉じ尽くすことはできぬほどに 信仰である武も我を正図と,と言うといえどももし国王なくんば強弱相戦い紀先強奪して神明保ち難く財宝何ぞ守らん万世を失託に休んじ失託にあ暗示じまああじでもいいと思うけどちょっと一文字「ん」が多いですかね <laughs>。 に司会の工作を与えでも与えって読んでるからここも休んじでいいと思うなその勧誘を報じその尺禄を授け現世の権威を成し御用の美声を流すは国王の力よくしからしむ武も我を生ずと言うといえどももし国王を泣くんば 強弱相戦い祈戦降奪して神明保ち難く財宝何ぞ守らん万世を失託に休んじ司会の交際を与えその勧誘を報じその尺力を授け現世の権限をなし御用の美声を流すは国王の力よく叱らしむ。 注釈「強弱」等というのは「強弱相戦い」。来期にいわく「強きは弱きを脅かし王きは少なきを損なう」「自社は愚を偽り勇者は強を苦しむ」「強」っていうのは「あの非強」卑怯とかの「強」ですね。 これ、対乱の道なりと。次、孔奪は、脅して奪うこと。孔は、理不尽にかすめ取り。脱は、理あって、抑え奪うことある、義、ちょっと違うんですかね。孔奪。次、万世を休んずは、左者教第3、第三、大林吻に曰く、 かなちょっと2文字目不明王者は民の父母法を持って主情を称をして安楽ならしむるがゆえに楽しき君主は民の父母次交際は安らかなること称の意味子音のうち別して国王の恩の広大なるをたとう 武も我を生ずと言うといえどももし国王なくんば強弱相戦い奇戦降奪して神明を保ちがたく財宝何ぞ守らん万世を失託に休んじ司会の交際を与えその勧誘を応じその尺力を授け現世の権威をなし御用の美声を流すは国王の力よくしからしむ役文「父母我を生みたもうといえども もし国王を今さずと仮定せば強弱相戦い寄陷強奪をこうむりて神明すらも保ちがたく言わんや財産などはどうして守り増することができようや万民をそれぞれの住居に安楽に生活せしめ一転視界を安らかにし献身・中心をそれぞれ適当に勧誘に奉じかつ釈力を授与し もって親民として現世においては栄誉を表し後世においてはその微妙を伝え残し家紋の繁栄を北さしむるは国王の三逸のしからしむるところである次主上我において何の音読かある我はこれ無視よりこの方師匠六道の中に父となり異なっていずれの召をか受けざるいずれの主にか生ぜざる もしげんをもってこれをんずれば一切の主情は皆これ我がんなり。このゆえに今日に曰く一切の男子はこれ我が父、一切の女人はこれ我が母。一切の主情は皆これ我が自身、くんなり。このゆえに主情の恩、またすべからく奉酬すべし。報酬、伸ばした方がいいか。主情、我において何の恩読かある。 我はこれ無視よりこの方、師匠六道の中に父となり異なって、いずれの賞をか受けざる、いずれの主にか生ぜざる。もしえげんのもってこれを感じれば、一切の主生は皆これ我が真なり。このゆえに京に曰く一切の男子はこれ我が父、一切の女人はこれ我が母、一切の主生は皆これ我が自身主君なり。このゆえに主生の恩、またすべからく奉仕すべし。 主情の恩等は心事環境第二法恩簿にいわく主情の恩とはすなわち無視よりこの方一切主情五道に臨転して互いに父母となるゆえに一切の男子はすなわちこれ自負一切の女人はすなわちこれ自母なり非,非母なり昔症状の中に代妃あるがゆえに なお現在の父母の恩のごとく投じて差別なしと。章の意味子音のうち別して主上の恩を明かす。非常によくまとまっている文章ですけどね。死恩の説明が。主上我において何の音読かある。我はこれ無視よりこの方師匠六道の中に父となり異なって、いずれの章をか受けざる、いずれの主にか生ぜざる。 もしえげんのもってこれをかんずれば一切の主生は皆これわがしんなりこのゆえに日に曰く一切の男子はこれわが父一切の女人はこれわが母一切の主生は皆これわが自身子君なりこのゆえに主生の恩またすべからく奉仕すべし訳分 主情の恩と言っているが一体一切主情が我にいかなる恩徳があるのであろうかそれについて思うに我々は無視の昔よりこの方生まれ変わり死に変わり師匠六道のうちにある時は父となりある時は子となりて輪廻転生しているもので六親九族その他あらゆる立場のあらゆる右情として生を受けしものである。 そこでもしこのことをブッダのえ言をもって徹底的に観察するとき一切の主情は皆これかっては我が親となり親なり親なりと見なすことができるのである従って神事環境にいわく一切の男子はこれ我が父一切の女人はこれ我が母一切の主情は皆これ我が二神および四君にあたると。 多様なわけであるがゆえに一切の主生の恩もまた我がただいまの父母の恩と同様にこれを放射しなければならぬわけでならぬはずである次世間の部門はただ一語の肉親を養う国王の恩読もまた凡人を助くもしよく生司の苦を断じ涅槃の楽をあたおるは参謀の徳なり死にすべからず 三方と一派一つには仏法二つには方望三つには奉望なりまあここだと「北方」って読むべきなんでしょうかね方法じゃなくて「三つには奉望なり仏法はすなわち一切父を愚して主張に生老を示す北方はすなわち南氏の功徳を愚してよく自社をして 生出世の楽を与えしむ。でもちょっと読みにくいですね方々でもいいかな。仏と法と格のごとくの功徳ありといえどももし僧帽な泣くんば流通することをえじ僧と一派菩薩モ門等のべったりもしは菩薩もしは正門盆譲を論ぜず自派を選ばず正論を 受伝して人に知恵を授くる者皆これ僧帽と名付く、うん、世間の部門はただ一語の肉親を養う国王の音読もまた凡人を助くもしよく生司の苦を断じ涅槃の楽をあとるは参謀の徳なり死儀すべからず参謀と一派一つには仏法二つには奉帽三つには僧帽なり 仏法はすなわち一切自治を愚して主情に生路を示す。法法はすなわち南子の功徳を愚してよく自社をして生出世の楽を与えしむ。仏と法と格のごとくの功徳ありといえどももし奉望なくんばル通することをえじ宋と一派菩薩正門等の別ありもしは菩薩もしは正門、 盆上を論ぜずず自派を選ばず教論を受伝して人に知恵を授くる者皆これを相帽と名付く。注釈一切父は一切の地の中にて最尊最小なる地を言うすなわち大日如来自念学の真地のこと。次、小路は小学の道。南子は人人未明不可思議のこと。 出世の楽とは人伝および仏家の楽。えー、っと、剣。自派を選ばず、自は自戒派は破壊。自戒者も破壊者も共にもし法を勤めば、すなわち僧望に当たる義。 すなわち、十輪論、十輪教、第三、無栄行本に曰く、仏の曰く、もし、もろもろの美句、もし戒を誤辞せば、卓抜閉経ですかね、卓抜閉経し、ないし、妙を産むべからず、もし、破壊の美句あって、もろもろの煩悩決死のために、エセらるる、 友よく一切なおよく一切天竜認否人等に無料の功徳沈亡伏造を開示すここをもってもしは自戒もしは破壊我ことごとく許さずと章の意味死怨のうち別して参謀の恩を明かす 世間の父母は世間の父母はただ一後の肉親を養う国王の恩読もまた凡人を助くもしよく生司の苦を断じ涅槃の楽をあうるは参謀の徳なり死疑すべからず参謀と一派一つには仏法二つには奉望三つには僧望なり仏法はすなわち一切父を愚して主張に生路を示す。 奉暴はすなわち何時の功毒を愚してよく自社をして聖出世の楽を与えしむ仏と法と格のごとくの功毒ありといえどももし僧暴を泣くんば流通することをえじ僧と一派菩薩正門等の別ありもしは菩薩もしは正門。凡譲を論ぜず自派を選ばず教論を受伝して人に知恵を授くる者皆これ僧暴と名づく約分 世間の父母の恩徳は一生涯の我々の肉親を育養したもうところのものでありまた国王のご恩徳は凡親を助け守りたもうところのものであらせらるしかるに参謀の恩徳は庄司の苦言を断除して涅槃の落下を与えたもうところのものでありそれは凡人の計り知りがたきほどの広大の徳であるいうところの参謀とはいつには 仏法2には法望3には、えー、僧奉この仏法僧の三謀のうちで仏法とは一切父を愚足したもうて我々主張に奨学の奨道、えー、を支持したもうものであり次に法望には人参未明不可思議の功徳を愚してよく 凶暴自樹者をして人間及び物価の反落を巧むらしむるものである法と仏,仏と法とには成仏の如き人々の功徳を備えているとはいえもし相望なければこれを流通することは問わずそうとはこれに菩薩弔門等の区別があるがしかしながら菩薩界は 正門凡夷正意それらの区別を論ぜずないしは自戒破壊を論ずることなく全て教論を受伝して人に真実の知恵を授くる者を皆これ相帽と名づくるのである次ほのかに聞く三世の如来十法の菩薩子恩の徳を奉じてことごとく菩提を称すこの故に子恩の恩ために敬うて敬って それがしの仏塔を作り敬ってそれがしの京底箱を移しかねて普賢大事の菩提行願の真観音寺子の大慈悲の真を起こして今日昆進公への三詣を制して京王の妙娠を敷きのぶ。 北海の諸尊を驚愕し羅漢の竜像,竜像を忍屈して嚴屈して人人の王妃を交戦し諸尊の名殿を供養したて祭るほのかに聞く三世の如来十法の菩薩子音の徳を奉じてことごとく菩提を生ずこのゆえに子音の恩ために敬ってそれがしの仏陶を作り 敬ってそれがしの京底膜を移しかねて普賢大寺の菩提行願の心観音寺師の大慈悲の心を起こして今日懇親光栄の三定を発生して京王の妙縁を敷きのぶ北海の諸尊を驚愕し羅漢の流相、流蔵を妊屈して 人,人口の王妃を交戦し諸村の妙殿を供養したて祀る注釈「ほのかに聞く」は噂に聞くこと普賢大寺は今後「金、う、剛、ん、華厳経普賢行願本第四十」によれば「普賢菩薩には十種の無人の菩提の行願あり」と説かる。 観音寺子は観音観全菩薩および弥勒菩薩には大慈大悲の癖の大勇ありそれから三帝とは安室のこと式延は式連ねること妙円は法円のこと羅漢隆蔵は僧の尊称討養諸尊の妙殿 うんと「諸尊の妙典を供養したて祀る」「もろもろの尊教を書赦し供養することこの文の次にさらに文書ありしも今は陰りと弁網には忠誠り」「章の意味子音に放射せんがためのエコー供養へのありさまを記す」 ほのかに聞く三世の如来、十法の菩薩、四恩の徳を報じてことごとく菩提を称す。この故に四恩の恩ために敬って、それがしの仏塔を作り、敬ってそれがしの京束縛を移し。かねて普賢大事の菩提行願心。観音寺師の大慈悲。えっ、ー、と、もとい。かねて普賢大事の菩提行願の心。 観音寺師の大慈悲の心を起こして今日昆親高衛の三帝を補正して峡王の妙縁を敷きのぶ北海の諸尊を驚愕し羅漢の流蔵を忍屈して仁人の王妃を交戦し諸尊の妙典を供養したて祭る訳文ほのかに聞けば三世の如来も 実報の師菩薩師も子音の徳を放射してことごとく皆菩提を称し賜われたのであるとこの理由をもって子音の御めに敬ってそれがしの仏等を作りまた敬ってそれがしの教そ箱を所写したて祭るかねてはかの普賢菩薩の 五大行願心のごとき、主上祭度の大慈悲心、またかの完全音菩薩、完全菩薩や弥勒菩薩の愚禅の大願心のごとき、大慈悲心を発して、今日の喫神を牧して、公への暗室を拭い清め、払い清め、秘密教王の法縁を設けて持って、 北海の諸村を講演して驚愕した手祭り羅漢の隆造を円屈して人人未明の経典の王妃を交戦しさらにまた諸々の尊教を書写し供養した手祭り以上では最初から「七十八仏教を講演して子音の徳を報ずる氷百」。 弟子それがし北海三昧の麦芽盆に奇妙したて祭り祭を金剛当時の開戦に尽くす右殿黒炭の誠を仰ぎ精進白飛の誠を尊んで五十五の大曼荼羅の如来を作り十一部のタラマタラマ曼荼羅を所写したて祭るシンを万事大悲の入水に洗い 新人を火事大岩力の風にとらかし五分の妙高を北海空殿に訓じ一角の交番を円尺の高額に飛ばす高温の雲を無偏在に覆い妙法の筏を右上界に船よそをいす継承をつき多くを振るう大院大円なるものなり。 それ、生は我が願いにあらず無名の父我を生ず死は我が欲するにあらず陰吾の木、我を殺す生はこれ楽にあらず主の集まるところなり死もまた喜びにあらず生ゆうたちまちに迫る生は昨日のごとくなれども葬儀たちまちに催す競争は根虫病死は名跡なりいたずらに秋の葉の風を待つの命を頼んで 虚しく明日の露の日を待つの形を養おう。好みのもろきこと泡沫のごとく我が命の仮なること無限のごとし無常の風たちまちに仰げば次第河原のごとくに溶け閻魔の使いたちまちに来たる時は六神たれおか頼まん。朝な朝な夜な夜な衣食の厄子に老し年々月々,月々に女への縄につながる。 神官父に離れ母に離るるの国に立たれ抵類偶を失い子を失うの悲しみにあふる地獄の盲煙は摂政の業より起こり餓鬼の醜き形は剣道の罪より生ずここに死死賢に生じて生じのごくいでがたく人となり気となって病苦の仇招きやすし悲しいかな悲しいかな三害の死 苦苦しいかな苦しいいかか六道の核全知識全有の力大同士大事の功にあらずよりんば何ぞよく流転の合輪をはし常住の仏下に上らんまたそれこの身は虚空より化粧するにもあらず大地より変幻するにもあらず子音の徳によってこの五音の体を保つ。 いわゆる死恩とは一つには武も二つには国王三つには主張四つには参謀なり我を生じ我を育するは父母の恩天よりも高く地よりも厚し身をこにし命を損してもいずれの功にか報ずることを縁武も我を生ずと言うといえどももし国王を泣くんば強弱相戦い気牲高滅して神明保ち難く財宝何ぞ守らん。 万世を失託に休んじ次回の交際を与えその勧誘を応じその釈六を授け現世の権栄を成し御用の美声を流すは国王の力よく叱らしむ。主上我において何の音読かある我はこれ無視よりこの方師匠六道の中に父となり異なっていずれの称をか受けざるいずれの主にか生ぜざる。 もしえげんをもってこれをかんずれば一切の主情は皆これはが真なりこのゆえに京にいわく一切の男子はこれ我が父一切の女人はこれ我が母一切の主情は皆これはが自身主君なりこのゆえに主情の恩またすべからく報酬すべし世間の部門はただ 一の肉身を養う国王の音読もまた凡人を助くもしよく生司の句を断じ涅槃の楽をあとうるは参謀の徳なり死儀すべからず参謀と一派一つには仏法二つには法望三つには僧奉なり仏法はすなわち一切父を愚して主張に生路を示す法望はすなわち何時の功毒を愚してよく自社をして 生出世の楽を与えしむ仏と法と格のごとくの功毒ありといえどももし僧帽なくんば流通することをえじ僧と一派菩薩正門等の別ありもしは菩薩もしは正門盆譲を論ぜず自派を選ばず教論を受験教論を受伝して人に知恵を授くる者皆これ僧帽と名づく。 ほのかに聞く三世の如来十法の菩薩死音の徳を報じてことごとく菩提を称すこの故に死恩の恩ために敬ってそれがしの仏塔を作り敬ってそれがしの京底膜を移しかねて不賢大事の菩提行願の真観音寺師の大慈悲の真を起こして今日懇親 皇への三廷を発生して、京王の妙縁を敷きのぶ。北海の諸村を驚愕し、羅漢の流造を縁屈して、仁々の王妃を光戦し、諸村の妙殿を供養したて祀る。以上。 戦時のために文毛教を公爵する兵百」「戦時のために文毛教を公爵する兵百」「注釈戦時とは弁毛によれば戦時とは石煙の像、うん、僧城権蔵さすなりと」と岩渕岩渕かなうん権造大,大徳だったんだ。 蔵大徳の入滅は天朝4年5月7日にして西寺の北野院において弱せらるこの孔は翌年4月13日のことである戦時のために盆毛峡を講釈する氷百じめに題名をあぐ。 戦時のために煩毛経を講釈する漂白。約文「戦時岩淵の僧侶」「権蔵大徳のために煩毛経を講釈する」に際しての漂白文。ちょっと。「戦時のために煩毛経を講釈する漂白」「戦時岩淵の僧侶」 蔵大徳のために盆毛経を講釈するに際しての漂白文ここに「天朝」「五神」「猛下の十三」「日はこれ堤防要はこれ亡きつなり」「変身の発祥」僧女「尊上」「乳田屋の法華それがし」 この「年」っていう字は漢音読みだとおそらく「人」濁った方がいいんだろうけどここは濁らないで「心」と振ってあるのかなまあ漢音で読んでいきますかここに「天朝」「五人」「五神」でもいいね「蒙下の十三」「日はこれ堤防陽はこれ亡きつなり」「変身」の「発祥」「僧侍」「乳田屋」の「ほっそれがし」「注釈堤防は火の問う」 陽は七曜のこと、なきつは祝陽経漢下に曰く、根性は大白、こにはなきつと名付け、箸には数、すう、すすうし骨と名付け、天竺には、かキツつらと名付くと、金星とは金曜のこと根、根性かな。 次、変身は入弱のこと、お師匠は菩薩のこと、地論第七に曰く、仏は法,法王たり、菩薩は法相たりと、次、僧正とは、僧死略中間に曰く僧正とは、聖は、聖祭りごと、聖なり、自ら聖子、人を聖し、よく精霊を祝がゆえに、特望あるものを選んで、 法をもって、これを正して平成に帰せしむるがゆえに、僧侶という、これ、維えつまり良心の僧略をもってはじめとし、僧略ですかね、僧略をもってはじめとし、本朝には、高麗の何録かな、貫録 を持って僧のはじめとすとす次「ウパダヤは」は盆語の「ウパーダヤの音」の音訳で略して「和尚と言い略して「新教師」という中世より高層の損傷に持ち金字は住職以上の層の尚子とす「放家」「放家」「法門を開くところの諸家なるゆえに弟子のこと「尚」の意味最初に時と人とを明かす ここに天朝五人孟家の十三日はこれ堤防要はこれなきつなり変身の発祥僧城乳端屋のオッケそれがし訳文、ここに天朝五年四月十三日はえとにては日のえ、うにあたり七曜にては金曜日にあたる。 おっしょうょうウパダヤの弟子たる、それがし「髪は肌へおかし爪肌へを削る」「常人を本性の水に洗い信仰を北海の炉に炊く」「髪は肌へおかし爪肌へを削る」「常人を本性の水に洗い信仰を北海の炉に炊く」「注釈」 えー「髪は肌絵をおかし爪肌絵を削るとは門前四十二」なんて書いてるかな門前を見るしかないはい「応、え、挙、ー」「髪は肌絵をおかし爪肌絵を削る門前四十二応挙が新聞ゆ に与えし書に曰く髪を割ること髪を割ることよろしく肌に及ぶべし爪を切ることよろしく肌をかすべしと要するに髪を剃り爪を切るは出家の常の作法であるが在家の人の髪を断ち爪を切って持って男性を表するにたとう次 常人は三毒の煩悩等の一切の煩悩。音上の水は、検音教七十八、いう北海本に曰く、菩提神とは症状の水の如とし、症をもとより、超血にして、不条なきがゆえにと、謝列特勝の菩提神を指す。次。 信仰は、うは信心を表示するがゆえに信仰という。北海は大日教書第7に曰く、それ北海とはすなわちこれ深海なりと、今は自身諸具の一心を指す。章の意味、信心ともに、症状、無垢、章人決裁の旨を明かす。髪は肌絵を犯し、爪肌絵を削る。 常人を本庄の水に洗い信仰を北海の炉に炊く訳分我が身を正常に整うるにあたりては髪は肌に及ぶまできれいに爪は肌を犯すまでも深く切り切り持って形を正常に整え射列特徴の菩提心を持って六翼五人等の深空を心の赤を洗い除き信心の顔を 国会の露たる自身処遇の一心の上に滝起こす次「江藤を一女の室に燃やし閣下を三天の道に参ず命を大乗の大日に帰し身を受けの農人に投じてあえて神室を告げ訴う」「青木願わくは慈悲の三尊礼あらば証明したまえ」 を一女の質に燃やし各家を三天の道に転ず三天の道に三ず命を退場の大日に帰し身を呪下の農人に投じてあえて神室を告げ訴う鬱頭青木願わくは慈悲の三尊礼あらば称名したまえ注釈江頭は知恵を透明となす 一女は一女本学の道場のこと各下は菩提の三下となす三天道三天の道三天は発信般若下脱三天の仏家の道場を言う大乗の大日盆謀教の教主発信ビルシャナ仏を指すビルシャナを訳して光明遍上という 故に義は大日と同じ儒家の農人は菩提儀家の釈迦で梵謀教に説くところの千百億の偏化神の釈迦如来のこと神室は三徳等の煩悩の儀三尊は三法を指す庄の意味祈願の意を示す江藤を一女の室に燃やし閣下を三天の道に参ず 命を退場の大日に帰し身を呪下の農人に投じてあえて神室を告げうとう仰ぎ願わくは慈悲の三尊礼あらば証明をしたまえ忠、えー、と役文知恵の灯明を燃やして一女本学の利たる教会を照らし菩提の三を三天の物価の同情に参じ持って大乗の大日如来と十家の 釈迦如来とに奇妙敬礼したてつってあえて神出たる煩悩を男女したまわらんことをうっとう仰ぎ願わくは慈悲の参謀礼あらば降臨して商名したてつらんした,ましたまらん変ですねしたてつらんことを次ほのかに聞く心なき騎士なお不死の礼あり地位なきうだつもまた神足の功を抱く いかに言わんや天地の幽霊気を含むの再起誰か父母の恩を忘れ何ぞ思想の徳を忘れんほのかに聞く心なき騎士なお不死の霊あり地位なき宇奪もまた神速の功を抱くいかに言わんや天地の幽霊気を含むの再起誰か父母の恩を忘れ何ぞ思想の徳を忘れん 注釈「騎士」「騎士は教師」「橋」っていう字ですかね1文字目教師の「し語ならん」と「弁毛に忠誠り教師」とは二木の名橋じゃないねいや橋橋かな?「教は高くして仰ぐ父の尊厳に似たり死は 不してこの卑しきが如としゆえに不死の尊敵に例うすなわち門前四十六王文献王文献宗の序に曰く、こくいうの姓は兄これしいたならんと中二京が曰く八金公粛聖王に長して宗公に まみゆ、見たびまみえて見たびちたるすなわち少子にとっていわく我西こうにまみゆ再び見たびまみえて見たびむちうたるるはむちうたるでいいのかななんぞや 少子がいわく南山の南に木あり京と名付くあったあった曲がれる木ありとかいうやつですねえー、と南山の影に木ありあずさししと名付く西んぞゆいて見ざるここにおいて西ゆいてこれを見る京木を見ればタゴをして仰ぐ四木を見れば満ちて伏す西帰って継ぐ 少子が曰わく、今日は父の道なり、死はこの道なりと。なるほど。次、うだつは、変歩、脱災の孝行を言う。次、幽霊は、生物の中で最も霊なるもので人間を言う。烈士、上官、天髄編に曰わく、天霊、物を生ずる、ただ人をたっとしとなすと。 あ天万物ですね。天、万物を生ずるにただ人をたっとしとなすと生の意味心音を明かすうち初めにその由来を明かすほのかに聞く心なき騎士なお不死の霊あり血なき宇奪もまた神速の功を抱くいかに言わんにゃ天地の幽霊気を含むの再き。 誰か父母の恩を忘れ何ぞ思想の徳を忘れん。約文「風分するに魂なき教師すらなお不死の尊敬の霊ありまた知恵なきうだつにも偏蔵脱祭の親を思うの孝行あり」とかやさればいかに言わんや天地間における万物のうちで最霊再起なる人類においては誰か父母の恩を忘れ死の恩徳を忘れようや 忘れるものは一人もないはずである「京の中に仏恩女あり」と説いたもうその死守あり「武」も「国王」「主上三望なり」「武もはすなわち我を生じ我を保する公」「高地に過ぎたり <laughs> なんでここだけ語音読みしちゃうんだろう <laughs> 慣れてるからかな「不母父母という読み方もどっちつかずの読み方な気がするんだけど。 国王はすなわち我を休んじ、えー、父もは、父もはすなわち我を生じ、我を保する公、公地に過ぎたり、国王はすなわち我を休んじ、我を尊ぶ、尊をするの徳、公天に越えたり、主張はすなわち三禅の男神皆これ、公費なり、三宝とは仏法うなり、仏はよく我が消耗を開き、権威を導き示す、王はよく我に甘露を注いで、熱能を。 除去す、僧帽の中二種あり菩薩少僧なり師匠をもって我が命を引き資料をもって我が栄養を覚ます厳然、思想の徳は師恩の中に最も高く最も深し京の中に仏恩女ありと時田もうその死種あり部も国王主上参謀なり 部門はすなわち我を生じ我を欲する子をーチに過ぎたり、国王はすなわち我を休んじ我を託とうするの得皇天に越えたり、主情はすなわち三禅の脱身皆これ、浪費なり公費なり、参謀とは仏法僧なり、仏はよく我が消号を開き権威を導き示す、王はよく我に甘露を注いで熱能を除去する。 僧帽の中二種あり菩薩少僧なり子想をもって我が命を引き資料をもって我が栄養を覚ます厳然思想の徳は資音の中に最も高く最も深し「注釈経の中に」など「新地環境第二法音本に曰く仏の曰く世間のためにその子種あり一つには武門の恩二つには主情の恩三つには 国王の恩四つには参謀の恩格のごときの子恩一切主生平等に過不す部母とは父に慈恩あり母に悲恩ありもし我世に重視して一号を解くとも尽くすことは問わず二に主生の恩とは無視以来一切主生五道に臨転して互いに父母となる。 おのおの大恩あるがゆえに三に国王の恩とは福徳最小にして人間に小図といえども大自在をう。三十三点常にその力を持って国会を後す。三が第一、ことごとく国王に職すこのゆえに大将王消防をもって歌しよく主正してよくことごとく皆安楽ならしむと次恩書 恩の所と,とは、恩の所在、脱身、脱は通、通信は行き渡れる親、親で全ての真のこと。達身、達身。えっ、ー、と、なんて言う読んでたかというと、えー、三世の達身か。 すべての親のこと次えコーヒーは亡き母亡き父と亡き母権威県は山岳道威は三禅道,は三前道及び出世の由来熱能とは釈迦、ま、化縁論第6に曰く妄婦信心を焼くその故に熱と名付くまたこれをもって 諸々の首相を脳乱すこの故に「脳と名付くと師匠は伏せ愛護利教同時師令は慈悲記者の私無良心章の意味正しく死音を明かす教の中に仏恩所ありと説きたもうその師主あり武も国王主張三望なり 雲はすなわち我を生じ我を欲する公高地に過ぎたり国王はすなわち我を休んじ我を達到達到するの徳公天に越えたり主情はすなわち三世の達し皆これ公非なり三望とは仏法僧なり仏はよく我が消耗を開き権威を導き示す法はよく我に甘露を注いで熱能を除去する僧望の中二種あり 菩薩少僧なり師匠をもって我が名を引き資料をもって我が栄養を覚ます厳然、思想の徳は師音の中に最も高く最も深し「章の意味正しく師音を明かす訳文経典の中に仏は音徳についてときたもすなわちいわくその音徳に師守ありいうところの師守とは 父母国王主上三望である父母は我を産み我を保育すその音徳地の熱きよりもより以上に高身である国王は我を安穏に過ごさせたまいかつ六と糸を得させたもうに至るその音徳は皇天よりもより以上に高温である主上は三世にわたってすべての親は 皆これかっては我が公費たりし者である三方とは仏法僧でありその中仏法とは仏はよく我が神門を開き権威の三洛道三善道等を論じして導きたまいまた法はよく我に甘露の匠を悟りの味を味わわせて心の熱脳を除去し僧坊とはこの中に 菩薩と清掃との二種がありこの二種の詩よく支障をもって我らが名者を印象して物価に至らしめまた死無良心をもって我らが生児の酔いを覚ますされば厳然における思想の音徳は思音のうちにおいては最も高く最も深きものである。 いかんとなれば文王の恩はただ一生の肉親を養い国王の徳はまた一世の凡退を休んじ参謀は北海に変図といえども全て検問することなし子恩の所在を知り参謀の帰すべきを悟り厳然の安楽を得後世の菩提を称するゆえんは皆これ厳然思想の功なり。 いかんとなれば、部母の恩はただ一生の肉親を養い、国王の徳はまた一世の凡体を休んじ、参謀は北海に変図といえどもすべて検問することなし、死恩の所在を知り、参謀の帰すべきを悟り、厳泉の安楽を得、五世の菩提を称するゆえんは、皆これ厳泉思想のこうなり。注釈北海は、北海とは実には自己の一心なり。 えっと次検問全て検問することなし胴体三本なるがゆえに自己の一心中に変満せるがゆえに身がたきなり生の意味死音のうち 特に原のの恩の優れたるを明かす「いかんとなれば部門の恩はただ一生の肉親を養い国王の徳はまた一世の凡退を休んじ参謀は北海に偏図といえども全て検問することなし子恩の所在を知り参謀の帰すべきを悟り厳然の安楽を得五世の菩提を称するゆえんは皆これ厳然思想の子なり」。 の、えー、と訳文何が故に原始の恩が優れているかといえば「武母の恩はただ肉親の一生を育用したまえし者であり国王の恩高校なれども一世における凡親の体を安楽に譲りたもう守りたもう者であり三方は北海に変満すれども北海とは実には 事故の一心に他ならぬ、されば事故の一心のうちに変慢したもをもとなれば見,見,く見聞きしがたく感じがたきものである。我々が子音の所在を知り参謀の帰へすべきことを悟り厳然の安楽を得後世の菩提を称する断りを知るに至るゆえんのものは実に皆これ厳然思想の音徳によるものなればなりてある。 このゆえに肘を立って不祥の勘を仰ぎ身を投じて弱滅の下を願う誠にゆえありこのゆえに肘を立って不祥の勘を仰ぎ身を投じて弱滅の下を願う誠にゆえありしょえっ、ー、と注釈肘を立っては人工絵か善事が だるま大師を少林寺におとない雪中に左肘を立ちて具道の誠を示せし孤児を指すこの孤児はすでに第七巻十世願門のもとにいず。 次に刀身は接戦同時が呪状より身を投じて四苦の下の半下を求めついに消滅滅意弱滅威楽の半下を求めて物価を退徳せし故事を指すこの故事も第七巻「新潭衆脱身にいず」次「不条汗」は「 章の,の,の意味死の共同の尊きことを孤児を引いて明かすこの故に肘を立って負傷の勘を仰ぎ身を投じて弱滅の下を願う誠にゆえあり訳分こういうわけであるからしてかのエコ口禅師は達磨禅師を唱い肘を立って愚道の誠を示しもって死より 父家督の安心を授かりまた接戦同時は呪上より身を投じて四苦の半下を願い求めついに消滅滅意弱滅威楽の下を得て仏家を得るに至りしと称せられているされば原始の恩の尊しといえることも誠に理由のあることである伏しておもん見れば戦時特化人の形にして仏の心なり 盆の色にして生の魂になり、知恵胸に抱きて世を照らすの徳、あたかも実月のごとし、慈悲心に湧きて人を救うの子をかえって選抜に同じ、軍品の野城一陣の棋表なり、言わんにまた我を覆うこと天のごとく我を乗すること地のごとし、我をなずること母のごとく我を引っ探ぐること父のごとし、我を潤すこと雨に似たり、我を照らすこと灯し火に似たり。 伏しておも見れば戦時特化人の形にして仏の心なり盆の色にして生の魂になり知恵胸に抱きて世を照らすの得、あたかも実月のごとし慈悲心にはきて人を救うの子をかえって選抜に同じ軍品の野城一陣の紀氷なり言わんにはまた我を覆うこと天のごとく我を乗せること地のごとし 我をなずること母のごとく我をひっさぐること父のごとし我を潤すこと雨に似たり我を照らすこと灯し火に似たり注釈人の形にして仏の心とは涅槃行第2これは何だろう純純吾んにいわく南無純吾 ああ、これね。人参を浮くといえども、心は物心のごとしと。次。軍品野城。軍品は多くの民、野城は父母。要するに多くの人々のこと。我を大うに、云々。ぬん。表世衆第四。絵章。絵章祭。不空門に曰く。 恩、我を乗すること地のごとく徳我を覆うこと天のごとくえ我を照らすこと日のごとくほう我を潤すこと泉のごとしと生の意味戦時の徳を三端す伏してお紋見れば戦時徳か、人の形にして仏の心なり盆の色にして生の魂なり 知恵胸に抱きて世を照らすのとくあたかも実月のごとし、慰悲、心に湧きて人を救うの子をかえって選抜に同じ、軍品の野上一陣の棋表なり、言わんにはまた我を覆うこと天のごとく、我を乗すること地のごとし、我をなずること母のごとく、我をひっさぐること父のごとし、我を潤すこと雨に似たり、我を照らすこと灯し火に似たり。訳分。 くしておもみれば戦時の特攻たるや身は人参あるいは凡孵凡プ神なれどもその心は商人の神であり神神神であり全くそれは仏神に等しきものであられた般若の知恵を胸中に抱かれて世を照らしたもうことあたかも実月の光のごとくにあまねく消費したまい 慈悲慈悲心心中に満ち満ちて人を救済するところの苦力また選抜の人を利すると同じであった。学のごとくなるがゆえに多くの人々の知恵を得また御一人の御信人を片付けのおせり従ってまた弟子であるところの我を覆うこと天のごとき功徳をもって導き我を乗せること地のごとき信仰の恩を垂れて 教,教示したまい字ですかね。我を武育すること、母のごとく我を定勢したもうこと、父のごとくに自育したもう、また法をもって我を準ずること潤すこと、雨のごとくに般若の知恵をもって我を照らし押しること、当日に似たり。 誰か計らん、一朝に天たちまちに覆り、一石に地たちまちに避け、一夜に灯しびたちまちに消え、一旦に川たちまちに可憐とは、悲しいかな悲しいかな、痛ましいかな痛ましいかな、実月たちまちに落ちて世間たちまちに暗く、終末たちまちに没して主上を救うことなし。誰か計らん、 一朝に天たちまちに覆り一石に地たちまちに避け一夜にともしびたちまちに消え一旦に川たちまちに枯れんとは悲しいかな悲しいかな痛ましいかな痛ましいかな実月たちまちに落ちて世間たちまちに暗く終罰たちまちに帽して主上救うことなし注釈 川たちまちに枯れ云々ぬ涅槃行第19盆行凡に曰く人身の方、方が方の川。今において枯れんと押す。大法の名刀、名刀、まさに消え難とすることを久しからず、また曰く、法線沈み難と押す箇所を赴くと。章の意味、入滅の層を明かす。 誰か計らん一朝に天たちまちに覆り一石に地位たちまちに裂け一夜にともしびたちまちに消え一旦に川たちまちに枯れんとは悲しいかな悲しいかな痛ましいかな痛ましいかな実月たちまちに落ちて世間たちまちに暗く終罰たちまちに申して主上救うことなし厄文かように特効高く真こと高くに仏の ごとき死になれば長く世にうーん住まわりですかねまあ重視して世人世人を救済せんことを願っていたのであるが故に誰か次のごときことを思いもけよや思いもけざるところであったすなわち あたかも一朝にして天覆り一石にして小さけ一夜にして遠くを消え一旦に塗水,、うん、水枯れはつるかのごとくに入滅したもの,の悲惨事が起ころうとは悲しき極みであり痛ましき限りである死に先立たれてはあたかも実月の光を失って世間が安明になり死に等しくまたあたかも家界において 終末沈没して渡るに言う亡きその如くに死に去られちゃもはや主情を救済するべくも亡きに等しいのである。奥家の座の上に釈迦たちまちに跡を隠し三論の道のうちに流明たちまちに影を滅す姉妹まだ覗かざるに保証たちまちに隠れぬ。 がいまだつきざるに王をたちまちに砕けぬ。おっけの座の上に釈迦たちまちに後を隠し三論の道のうちに流明たちまちに影を滅す。島いまだのぞかざるに宝相たちまちに隠れぬ。三がいまだつきざるに王をたちまちに砕けぬ。注釈,釈迦と流明流明。 共にに戦時に必須すなわち北家を講ずることあたかも釈尊のごとくであり三論を講ずること竜明のごとくに達人なりしの意志摩は運馬煩悩は島天馬章の意味戦時の創生を悼む北家の座の上に釈迦たちまちに跡を隠し三論の道の内に竜明たちまちに影を滅す。 姉妹いまだのぞかざるに法相たちまちに隠れぬ。三外いまだつきざるに報道をたちまちに砕けぬ。訳文。戦時が法華経を講ずることあたかも釈祖の説法のごとくに巧みであらせられたのに、今やその法華経を講じたま玉石講座の上に戦時跡を隠していまさず。 また先人が三論を講ずることあたかも流妙菩薩のごとくに巧みであらせられたのに今やその三論を講ずし行動の中には影を帽して今さざるは寂しき極みである我ら弟子たちが未だ死魔を除断せざるにはや保証の菩薩たるし去りたま犬死もまた未だ三害の人々を救済し尽くさざるに報道たるし早くも入滅したもう 狂行の橋のほとりには苔を置いて後なし座がのむしろのうちには塵苦労して誰か払わん蓮月は誰がためにか光を流す園の花は誰がためにか色を染むる風聞菊ごとに肝をただらし血くらい、目に触れて腹綿を立つ狂行橋のほとりには苔を置いて後なし 座がのむしろのうちにはちり暗くして誰か払わん連月は誰がためにか光を流す園の花は誰がためにか色を染むる風聞くごとに肝をただらし長来目に触れて腹わたを立つ注釈狂行は養卵勘下に曰く自風の法華原産 第2に曰く、ジジオン、ジオン大師、危機のことですかね。おっけ原産、第2に曰く、最域には、地潤う。線を畳んで道とす。中に置いて往来す。布の経のごとし。ゆえに、経行というと。 うーん今は単に候補の義橋のほとりは道に登る道のあたり。竹雷。地い雷、えー。竹を吹く風。章の意味滅後の憂いを明かす。協行の橋のほとりには苔を置いて後なし。座ガのむしろのうちにはちり苦労して誰か払わん。連月は誰がためにか。 光を流す、園の花は誰がためにか色をそむる、将風、くごとに肝をただらし、竹い目に触れて腹綿を立つ。訳文、えっ、ー、と、章の意味は、滅後の憂いを明かす。訳文は、戦時が常に候補したもうていたところの道に登る道のあたりには、今や誰も候補せざるがゆえに苔を置いて戦時の影もなし、また常に、 座が下まいしところの部屋の中は今やある,あるじなきゆえに掃除する人もなく、塵が薄黒く積もっているのも哀れである。塵を照らす、塵何を照らすれですね、すだれ。を照らす、すだれを照らす月影も、光かくたれども、他がためにか交渉せるや、 園の花盛んに咲ききそうているけれどもた誰がためにか咲ける。将風、聞くごとに戦時のありし日を忍びて肝をただらし竹風吹ききたるを見ては戦時の音読を思い浮かべて蝶をたた,るたたるるほどに悲しみを覚え次。 天上天下のうちにはいずれのところにかさらに越遷。聖出世間のうちにはいずれの国にか湯気下も。もし他方の塔のうちに帰るか。はた樹部の靴のうちに帰るか。一条の妙法をば。いずれの方にか演説する三人の奇妙をば。誰に向こうてか響きをはかん。天上天下のうちにはいずれのところにかさらに越遷。 聖衆世間のうちにはいずれの国にか湯気下ももし他方の塔のうちに帰るか旗十部の靴のうちに帰るか一条の妙法をばいずれの方にか演説する三人の奇妙をば誰に向こうてか響きをはかん注釈天上天下天上は二十八点天下は三回を指すすなわち天時間宇宙を宇宙全体の儀 他方党とは戦時を他方党に比す他方党は大日如来の三昧野心を表す「呪文の靴」は戦時を呪文政の釈迦に比す三人奇妙などとはこの意味は死すでに滅度してよ三人を失う誰に向かってか奇妙の声をはかんにゃというにある小の意味滅度の後の死を追悟する義を明かす 天上天下のうちにはいずれのところにかさらにえせん。聖出世間のうちにはいずれの国にかゆげしたももし他方の塔のうちに帰るかあと樹部の靴のうちに帰るか一条の妙法おばいずれの方にか演説する三時の奇妙おば誰に向こうでか響きをはかん役分三階二十八点中いずれのところにおいてか再び。 まみうることができるのであろうか、生出世権のうちいずれの節度においてか悠々契約したもや、もしは自称の教会たる他方等のうちに寄手、寄手したもや、はたまた儀邪、えー、屈、儀邪屈のうちに記入したもや、 一条の妙法をばいずれのところにおいてが演んぜしたまわんとするや今やし滅度して要三人を失いぬ誰に向かってか奇妙の声をはかんや次「家領の愛因今も今も聞かんと寝ごう」「憎悪の意義を意義をばいずれの時いずれの時か見ることをえん」 家料の愛飲、今も今も聞かんと思う、憎悪の意義を、憎悪の意義をはいずれの時いずれの時か見ることを縁。注釈、家料の愛飲、家料は家料瓶がから瓶かで、妙性妙生と訳す。鳥の名、この鳥、 獄中にありて声を発すその声の絶えなる予兆に超え如来の恩情を除きては天人らも及ぶものなしというっせに住むといいまた極楽兆ともいう「愛因の愛に」は「愛」は悲愛の愛の儀ではなく今の場合は「愛」は「愛に悲しみの愛」は「愛情の愛」に通じ「 愛因のの義で美音のことすなわち「家良紅華帳」の美声を指しそのごとくに権蔵大徳が美声なりしに例ううん、美声で論破してたのかかっこいいな次「憎王」は「涅槃行」に曰く「大造王」とは曰く「処物なり」と「権蔵の意義が仏のごとくに正しきに例う「小」の意味「重ねて死を死をする義を明かす 火燎の愛飲、今も今も帰還と思う、憎悪の異義をはいずれの時いずれの時か見ることを縁。注釈、かの、え、役分、かの火燎、火燎瓶がの鳥の声は、まことに麗しき妙精であると言われているが、 我が戦時の声もそのごとくに麗しき声なりしがゆえに戦時の麗しきお声の説法を今も今もなお弔問せんと願い欲するところであるまた仏のごとく正しき意義に重視たまわれた戦時にいずれの日いずれの時にかまみうることをえんもはや永遠にまみうることたあたわざることを思えばうたたた考えに耐えぬ哀れなるかな哀れなるかな悲しいかな悲しいかな 弟子ら、嘆きの雲胸に湧き悲しみの雨表に注ぐ実月の早く流るるに惑い期日の速やかに望むことを忘る今わずかに忘曲の温卓を報じ交天の特界を当然がために慎んで煩悩の妙境を移し立て祭り両儀の王将講演す「哀れなるかな哀れなるかな」。 悲しいかな悲しいかな。でしいかな弟子ら嘆きの雲胸に湧き悲しみの雨表に注ぐ。実月の早く流るるに惑い期日の速やかに臨むことを忘る。今わずかに暴曲の御託を報じ交天の特快を当然がために慎んで煩悩の妙境を移したて祭り両儀の王子を講演す。注釈。 哀れなるかな哀れなるかな悲しいかな悲しいかな弟子ら嘆きの雲胸に湧き悲しみの雨表に注ぐ実月の早く流るるに惑い期日の速やかに望むことを忘る今わずかに望曲の温卓を報じ交天の特界を当然がために慎んで盆謀の妙胸を移し奉り両儀の王子を講演す。 哀れなるかな哀れなるかな悲しいかな悲しいかな弟子ら嘆きの雲胸に湧き悲しみの雨表に注ぐ実月の早く流るるに惑い木にしの速やかに望むことを忘る今わずかに忘却の温卓を報じ交天の特快を当然がために慎んで煩悩の妙境を移したて祭り両義の王子を開演す注釈火雨」は雨のこと涙のこと 日等は両言教に曰わく時に橋の句をその不応のために既日に祭を営み仏を旧益に生じ立てまつると傍極は極まりなきこと皇天の特会は天の再現なきがごとく死の恩恵の大なるを言う両儀は両、えー、言教書第一に曰わく両儀とは説教を受けたなり 義理を占領して複雑あることなし哀を極め生を尽くして誠に叶って断ずるが故えにと生の意味供養の僧を明かす哀れなるかな哀れなるかな悲しいかな悲しいかな 弟子ら嘆きの雲を胸に湧き悲しみの雨表に注ぐ実月の早く流るるに惑い気にの速やかに望むことを忘る今わずかに某局の御卓を報じ交天の特会を当然がために慎んで煩悩の妙境を移したて祭り領儀の王子を講演す役分 かくも早く恩師を失い仕事はまことに哀悼の極みであり悲しみの極みであるそこで弟子ら悲嘆の進軍のごとくに胸に湧き涙ハラハラと頬に流る実月行因というものは水の流れるがごとくに早く過ぎ去るということを悟らずして一周期の期日も目前に迫れることをうっかりとはする今わずかに暴局の御卓に報い 皇天の恩恵を宝刀せんがために盆謀経を所赦し建て祭りその所詮の義理の王子を講演する次第である青木願わくは蓮華大城のルシャナ如来千百,億千百億国の釈奏と四十神事の訪問建属十方神説の一切玄城主と青木願わくは蓮華大城のルシャナ 如来百千億国の釈迦尊と四終神事の訪問建築実法人説の一切玄城主と注釈蓮華大城等は梵毛教勘城に曰わくその時に蓮華大家蓮華大蓮華大造座城の瑠釈な仏広く答えて曰わく 千の釈迦、百億千百億の社迦に告げたまわく問うところの新事法本とは諸仏まさに知るべし謙身、謙身人のうちに十発、なんでしょうねこれちょっと一文字「朱」かなわ、うん、からないの心を持ってかに向こうこの十 あ主ですね十発主の心より剣亡人のうちに行って十条用心を持ってかに向こうこの十条用心より剣主人の中に行って十根合心を持ってかに向こうこの十根合心より剣商人の中に行って十字を持ってかに向こうこの 四終の訪問本は我先に菩薩足りし時主して仏下にいるの根源なりと次ルシャナ仏は法人のビルシャナ仏千百億者家とは幼虫の商者家にして江戸の化身を指す四終神事訪問は三元十字の訪問献族は元 元に釈像第八に枠く献属とはただこれかの主たらに随順せる法類の法のみと一本には献上種のもとにうんぬんの字ありと称せらる章の意味正しく含意を明かしたも仰ぎ願わくは蓮華大乗のルシャナ如来千百億国のもと、えー、い切り方おかしい。 青木願川区は蓮華大城のルシャナ如来千百億国の釈迦尊と四十神寺の訪問眷属、実法人説の一切現状種と役分青木願川区は蓮華大城のミルシャナ如来幼虫の千百億国の釈迦尊と三権十字の訪問及びそれに随順せるところの 竜類のな内しは実法、未人国の一切の健常種とともに仏国に悠々下回らんこと以上では最初から七十九。 戦時のために盆盲経を講釈する氷百ここに天朝五人孟家の十三日はこれ帝防、要はこれ亡きつなり変身の保証、僧城乳母田屋の北家それがし髪は肌絵を犯し爪肌絵を削る常人を本城の水に洗い信仰を北海の炉に焚く 江藤を一女の室に燃やし、閣下を三天の銅に参ず、命を退場の大日に帰し、身を呪下の農人に投じてあえて進室を告げうとう、青木願わくは慈悲の三尊霊,霊あらば称明したまえ、ほのかに聞く、心なき騎士、なお不死の霊あり、地位なき宇達もまた、神速の功を抱く、いかに言わんにゃ天地の幽霊、 気を含むの、再起、誰か部門の恩を忘れ、何ぞ思想の徳を忘れん。経の中に仏、恩女ありと問いたもう、その死守あり、部門、国王、主上三望なり、部門はすなわち我を生じ、我を保する子を高知に過ぎたり、国王はすなわち我を休んじ、我を達到するの徳、高天に超えたり、 主情はすなわち三世の達し皆これ公費なり三宝とは仏法うなり仏はよく我が正号を開き権威を導き示す王はよく我に甘露を注いで熱能を除去す僧帽の中に主あり菩薩正相なり思想をもって我が命を引き資料をもって我が栄意を覚ます厳然思想の徳は 子音の中に最も高く最も深しいかんとなれば父母の恩は父母の恩はただ一生の肉親を養い国王の徳はまた一世の凡退を休んじ参謀は北海に変ずといえども全て検問することなし子婦の所在を知り参謀の帰すべきを悟り 源泉の安楽を得五世の菩提を称するゆえんは皆これ源泉思想のこうなりこのゆえに肘を立って不祥の勘を仰ぎ身を投じて若滅の下を願うまことにゆえありうしておもん見れば戦時特化人の形にして仏の心なり盆の色にして生の魂になり知恵胸に抱きて世を照らすのを説くあたかも実月のごとし 慈悲心に湧きて人を救うの子をかえって選抜に同じ、軍品の野城、一陣の旗氷をなり、岩わんにはまた我を覆うこと天のごとく、我を乗すること地のごとし、我をなずること母のごとく、我をひっさぐること父のごとし、我を潤すこと雨に似たり、我を照らすこと灯し火に似たり。誰か計らん一朝に天たちまちに覆り、 一石に地位たちまちに裂け一夜にともしびたちまちに消え一旦に川たちまちに枯れんとは悲しいかな悲しいかな痛ましいかな痛ましいかな実月たちまちに落ちて世間たちまちに暗く終末たちまちに募して主上救うことなしおっけの座の上に釈迦たちまちに後を隠し三論の道のうちに 竜明たちまちに影を滅す姉妹まだのぞかざるに発祥たちまちに隠れぬ三街いまだつきざるに王道たちまちに砕けぬちょっとここ竜明の方がいいですね竜明たちまちに影を滅す京行の橋のほとりには苔置いて後なし座がのむしろのうちには塵苦労して誰か払わん。 伝月は誰がためにか光を流す。園の花は誰がためにか色を染むる。将風聞くごとに肝をただらし、ちくらい目に触れて腹綿を立つ。天上天下のうちには、いずれのところにかさらに越線。聖出世間のうちには、いずれの国にか湯気下も。もし他方の塔のうちに帰るか、旗十部の靴のうちに帰るか。一条の妙法おば、 いずれの方にか演説する。「三人の奇妙をば誰に向こうってか響きをはかん」「家寮の愛飲今も今もきかんと思う」「憎悪の意義をばいずれの時いずれの時か見ることをえん」哀れなるかな「哀れなるかな哀れなるかな悲しいかな悲しいかな弟子ら嘆きの雲胸に湧き悲しみの雨表に注ぐ」 実月の早く流るるに惑い気に日の速やかに望むことを忘る今わずかに暴曲の御卓を報じ交天の特会を当選がために慎んで煩盲の,の妙境を移した手祭り両儀の王子を開演す仰木願わ区は蓮華大城のルシャナ如来千百億国の釈尊と 死従、神事の訪問、眷属、実法、人説の一切現状種と、以上、今ここまでに、なぜこれになってるんだえっと、今ここまでにしたいと思います。またのちょうど。